これもう本当に多分ね、僕以外も言ってるやつはいると思うんですよ。あの、例えば、HG さんとかも一発やって、一発当ててるんですよ。うん、ムーディー福山も一発やって一発当ててるんですけど、うんうんうん、多分ですよとか僕とかその辺のラインは 0.5 発やです、本当に。はい。あの、もう一発も当ててないんですよ。でも仕事はあったやろ、その頃。まあもちろん毎日なんかやらせていただいてましたけど。うんうん、それこそまあライブでアクセルホッパーで行ったらキャーとかなってたでしょ、きっと。地方ですね。その、これも、なんか僕、うん、アクセルホッパーで、センターに出る前は、単独ライブとかやると、200キャパぐらいだったら速乾だったんですよ。おお、すごいすごい。うんうんうん。これ、エンタに出た瞬間、一気にこの東京での人気は、ゼロと言っていいぐらい、なくなりましたね。あ、そう。はい。ライブでどんだけ一番受けてもビリとになっちゃいました。うん、これさ、すごい不思議やねんけど、それこそダンディさんとかがさ、あの、ゲッツでブレイクしたじゃない。はい。で、大ブレイクでさ、日本中引っ張りだこになってさ、わーなってんけど、はい、そのゲッツは俺らからしたらもうずっと見てるやつやねんやんか。だから、ライブに来るお客さんとかは、ちょっともう飽きてるみたいな。はい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 。うん、他ではもうみんな、こう面白いじゃんってなってんのに。小島よしおもちょっとそんな感じあったもんな。はい、なんかこう、まあその小島よしお目当てで新しいお客さんとかも来ててんけれども、なんかライブでずっと見てるような人らは、もうこのネタいいよみたいな感じにちょっとなってたりとか。はいはいはい。っていう風になってたってこと？そうですね。はい。なんかでもあの、ポンポンやりすぎでちょっと体悪くしたら言ってなかったっけ？あ、そうですね。あの、頸椎ヘルニア。はい。ポンポンのやりすぎで？やりすぎで。そんな重労働なのあれ、やっぱり。まあ、移動も重なってたと思うんですけど。移動は体に負担かかるからな。うん、はい。だって朝沖縄いて、うん、夕方には北海道いて、夜東京みたいな、なんかそんなのをずっとやってるわけじゃないですか。はい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 。で、ワンステ、ツーステ、1日5、6ステージこうやるわけじゃないですか。うん、なんか多分結構やっぱ動いてたんでしょうね、なんか。いや、それはな、あの動きはな、はい、普通せんでええ動きやもんな、あれな。お医者さんに止められたんですよ。僕、あの、どこ行っていいのか分かんなくて、したら、整形外科に行けって言われて、うんうん、映画の先生が僕のこと知ってくださってて、あ、パンパソパンの子だね、みたいな。うんうんうん。でヘルニアだね、これ、あの、ドクター的にもあの動き NG みたいなこと言われて。はい。その当時僕27歳だったんですよ。あら、へえ、あ、そう、うんうんうん。で、うん、どうしようって、もうそうだな。分かっちゃったら。うん、仕事も入ってるだろうし。はい。僕も、もう本当にふざけてなくよくわかんないテンションになっちゃって、整形外科の先生に、ネタ見てくださいって言って、あの、整形外科の先生にネタを見せしたんですよ。なんで？ここ他にもこんなネタがありますって言って。あ、なるほどね。はい、おその時、あの、問題ないから、問題ないからって。やってた、やってた、やってた。はい、それがあったので、それを先生に本意気で、これの動きだったら、許可いただけますかみたいな感じで、問題ないから、何も問題ないからってやったら先生が、うん、やっぱパンパスパパンで行こうって言われたんですよ。それネタのダメ出しやん、それ。そうなんですよ。もうそっちだと、もう芸人人生終わるよ、みたいなこと。もろはの剣やったんやな、じゃあな、あれは。大丈夫なもうヘルニアは。もう今はもう、うん、まあでも本当にサウナとかはめちゃくちゃ行くんですよ。うん、あの、いまだにやっぱり怖いんで、こう固めないように。うん、っていうか、まあサウナが好きになったきっかけがもう本当、頸椎ヘルニアで、うん、あと、戸塚まで通って、え、あの、おうおう、カイロプラクティックで治してた。うん、ああ、そう。はい。いや、大変な時期あったんやな、ほんなら。そうですね。もう飛行機落ちてくれっていう時もありましたね、正直。もう、痛くて家帰っても寝れ、そう。見た時に、こう動いてますけど、うん、注射とか打って、痛み止めとかやって、右半身全部、ボルタナっていうシップ貼ってましたから、ね。ああ、ほんと。それで20代ってやっぱしんどいな。そうです。もうじゃあ、あれやね、もうでも、ヘルニアとかやっちゃったらもうちょっと、こう一生の付き合いみたいになっちゃうもんね。そうですね。安全に治るってことはないですね。やっぱ疲れが未だに溜まると、痺れまではいかないんですけど、うん、固まってるなぁ、みたいな。ちょっと、ほぐさないとやばいなっていう感じがしますね。本当に前は、その、綺麗に、本当にこれもふざけてなく、まで、
右だけ固まるんですよ。いや、またまたまた。これ、これ、本当なんですよ。パンパン。パンパン、スパン、パンパンパン。言わすな、言わすな。苦情来る、苦情来る。そこは右左ある？これ、本当なんです、これ。これ、多分、もし頚椎ヘルニア経験者が見たら、わ、うん、かるよ、長いってなると思います。で、ちゃんと上から、徐々に下に行くんですよ。最初はこの辺だけ痛くて、うん、次腕に来て腕が全部痺れてるんですよ、ずっと。うんうん、でそこから胸筋とか、うん、ここの横のこの筋肉が痛くなって、うんうん、だんだん腰痛くなってきて、うん、足全部右半身が痛くなるんですよ。うわ、だんだん降りてくんね。降りてくる。うん、で本当にもう綺麗に右だけ。いやもう。これ本当なんですよ。痺れんの？痺れるっていうか、まあ、うん、本当になんかね、線がある感じなんですよ。これ針金が入っちゃってる感じですね。うん、まあでもやっぱ体のケアはしていかなあかんな。はい、そうですね。はい。もうだったらそれこそほんまな、こう、フィクサーとして、こう、若手をな、こう、どん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 こうネタをこう仕込んでいって、ちょっと話戻っちゃうけど、それこそ吉本にいた方がやりやすかったんちゃう？若手もいっぱいいるし、劇場もあるし。いやどうですかね。まあ吉本にいれば吉本の良さもあると思うんですけど、うん、うん、うん。フリーになればフリーの良さもやっぱあるのかな。まあ、それはそうだな。はい、まだ何がいいのかあんま分かってないですけど、僕自体も。うん、ゆくゆくはどっか別のとこ入ろうとかは別にないの、それは。僕は今のところないですね。ゆくゆくは僕、劇場持ちたいなっていうのがある。あ、そうなんや。はい。ああ、いいね。それは普通のお笑いの劇場っていうこと。そうです。うん、で、自分も出るの。もちろんです。ちゃんと防音しっかりしないとな、そこは。いや、それするわ。ですよ。なんで薄でやってんすか、劇場。今後の活動はどうなるの？今後は、まあ、リズムプランナーっていうのをやりつつ、うん、あとはもう、単独が決まってるんですよ、もう。いや、そうやな。見た見た、ツイッターで。はい、春日部やったっけ、はい、春日部が地元なんで、まずは春日部で単独やりたくて、うん、まあ、ネタもやりつつ、まあ、17ライブ配信っていうのをやりつつ、うん、あと洋服も自分で作ってたりするので、そういうのもやりつつ、服も出したりとか、なんかもう、やりたいことをどんどんやっていこうかなっていう。うん、すごいな。そんだけ やってたらちょっと時間足れへんやろ。そうっすね。俺も全然もう YouTube の編集やってるだけで1日終わっていくよ、もう毎日が。今何歳だったっけ？今43です。43か。はい、なんかちょっとやっぱ40過ぎたりすると、ちょっともう考えるよね、その先を。そうですね、はい。うん、でしかもご家族もいるんやろ？そうですね、子供がいます。はい、うん、余計にな、食っていかなあかん、プラス食わしていかなあかんやからな。はい。そうや、逆のパターンはチャンス大塩さんですねってやろう。チャンス大塩は戻ったパターンやからな。前田師匠さんもそうですよね。ああ大前田びっくりした、俺。元サブミッションズの。はい。はい、なあ、前田くんとかは結構芸人とかから愛されてたし。そうですね。で、はい、しかも芸達者やからな、いろんなモノマネあったし。でもまあ、惜しまれながら辞めていったのは確かやけど、いや、戻ってくんのかいとは思ったけどね。このタイミングで。はい。仕事も辞めたらしいからな。そうですね。はい。すごいね。いろんな生き方があるね。あ、そうそう、書いてるわ。デッカちゃんも辞めたから、ちょうどその世代の人らが辞めていく流れなんかなと思って。デッカちゃんは何してんねやろ。デッカさんはなんか DJ とかやられてんじゃないですかね。デッカちゃんのことはやっぱりデッカさんなんやな。あ、そうですね。だからデッカちゃんさんみたいな後輩だったよね。はい。先週は冷蔵庫マンとうちの後輩の村民代表南川っていうピン芸に出てもらってんけど、村民代表南川っていうピン芸には冷蔵庫マンのことを冷蔵庫さんって言ってたから、ああ、そう、冷蔵庫さんってこれ言ってるなと思って。配信中には気づけんかってんけど、ずっと冷蔵庫さんって言ってた。冷蔵庫さん。冷蔵庫さんはもう家電にさん付けしてるようなもんやからな、そこは。長井くんとか YouTube めっちゃあってそうやねんけどな。うん、一応チャンネル自体はあるんですよ、もう昔から。うん、僕はなんかそう、いわゆる YouTuber みたいなことは一回もやったことないですね。自分がやっているライブを資料として置いとくっていう、うん、思って、始めただけであって、うんうん。今やったらあれかな、TikTok とかもかな。なんかほら、リズム系のさ、ネタとかって、そういうところで結構なんか、ポンポン投げて、パンパン投げていったら、こう結構、ポンポンスパンスパン。いや、誘いスパンってください。でもポンポン行ったら、なんかちょっと当たる確率上がるんちゃうかなって俺勝手に思ってんねんけどな。
まあ、YouTube も、うん、まあ、今は考えてないですけど、うん、後々ちょっと考えようかなっていうのは思ってますけど、うん、でもやってみんな編集大変なの面白いと思ってるから俺は僕絶対やんないです編集。あ、本当？僕機械が、あのテレビも配線とかつなげれないんですよ、うん、あ、だから今日もこれ超失敗してたじゃないですか、あのできるかっていうの。あ、ズームな、うん、なんかやった、意外だった、やったことないっていうから。パソコンもできないですし、うんうんうん、リズムネタ作るんですけど、うん、その音は僕じゃなくて、え、あ、そうなんや、その方がいて、あ、僕がそこに一拍開けてとか、ここにこういう音入れてとかみたいな、うん、で僕は全部こう言ったのを作ってもらってる感じなんですよ。あ、それ自分で作ってるんじゃないんや。じゃないんですよ、その、うん、全部ですね、うん、なんだろうな、本当にちょっとしたことでも説明書が僕読めないんですよ。説明書嫌いなんで、来たらし、破いちゃ う。子供やん。子供やんか。もうじっと見たくないんで、こう。破かんでいいやん。もう嫌なんですよね。だから勘でやるんですよ。全部僕。だから今回も勘みたいなとこもあるんでしょうね、自分の。ああ、なるほどな。はい。いや、なんかそんな。ネタとか曲とか言うんやったら、絶対自分で曲作れた方がええと思うねんけどな。多分、やり方分かってないだけで、やったらきっとハマるで。うん、これは、うん、絶対僕一生やんないんですよ。あの、もう決めてるんですよ。固くないやな。はい、うん、これ感覚、本当に感覚なんと、うんうん、ずっとネタは毎日書くんですよ、僕。おお、すごい。例えば、ライブ配信でやる企画を考えに行ったりとか、もういろんなこと、洋服のことでもいいですし、全部手書きなんですよ。全部と。いまだに。はい。パソコンあるあるんですよ、一応。うん。僕をサポートしてくれる、うんうん、あの、うん、一ライブの中に、ガーディアンといって、マネージャー的な業務をしてくれる方がいるんですよ。うん、ガーディアンが、うん、うん。例えば、藤井さんがライブ配信を17や始めたら、あの、ガーディアンっていうのがつくんですよ。あの、聞いたことある、聞いたことある。はい。うん。つかない人もいますよ。でも、大体の人がガーディアンっていうのがいるんですよ。あの、例えばなんか変なコメントを言ったら、その人を退出させたりとか。おー、かっこいい、ガーディアン。コメントが読み切れないところを対応してもらって、いらっしゃいませとか言ってくれたりとか、やってくれる方が、ライダーさんっていう、うん、本当にお世話になってる人がいて。で、その人がこのパソコンをいじれるんですよ。その人大阪住んでるんですけど、あの遠隔操作ってやつが、なんか。遠隔操作で。いや、もうハッカーやん。ハッカー。そう、僕ができないので、全部お願いします。その、なんかやらなきゃいけない。そのパソコンをいじってくれんの？そうです、そうです。そんなことできんの？できるんですよ。で、この間、うん、携帯変えたばっかりなんですけど、うんうんうん、データを、なんか、うん、コピーみたいな。バックアップだ。バックアップ。バックアップ。うん。そういうのも僕できないので、ライダーさんが全部やってくれました。うんうん、あ、そう。だから、藤井さん、あの、僕の、ライダーさんは僕のカードの暗証番号まで知ってます。やめとけよ。それは。はい。それは自分で入れろよ。僕、それもできないんですよ。じゃあ、その、ライダーさんに言ってリズム作ってもらったりして、それはまた別の人？あ、それは違う人です。それはまた違う人がいるんや。はい。あ、もうそんなに、そこまで機械疎いんや。疎いというか、もう、憎んでるよね、そこまでなると。なんか、電子機器を。トラウマ、ってトラウマですよ。うちの親父はパソコン1から作れる人なんですよ。あ、おー、いるね。いや、こう、パーツ買ってきて組む人でしょ？そうです、そうです。でも、小さい時にそういうのをめちゃくちゃ見てたんですよ。なんか、かっこ悪いなっていうのが勝手にあったんですよね。今はなんとも思わないですよ。親父に好きですし、まあ、うちの親父があの、チェロ弾きなんですよね。もう引退したんですよ。いや、もうちょっと待って。いろんな新しい情報出てくるな。はい、チェロ弾くし、音楽家でパソコン一から組む、うん。で、なんか僕の憧れは土木作業員の平坊の親父が良かったんですよ。もうなんか巨人の星みたいなやつ？あ、そうよ、もうそんな感じ、そんな感じです。例えばバカ野郎みたいな、なんかもう日課ポッカにめちゃくちゃ憧れて、あの高校卒業してすぐ俺土木やってるんですよ。すげえなー。それで、のお金を貯めてたりしてたんですけど、うんうん、その逆になんか親父がチェロ弾いてて、うんうん、それもなんか今考えるとめちゃくちゃかっこいいんですよ。いや、かっこいいと思う。習っとけばよかったぐらい思うんですけど、うん、そういうのもなんかあんまり、で、パソコンとかずーっとやってるんですよ。一日中。うんうんうん、そういうのやってるから、なんかパソコン嫌いになっちゃったかもしれないですね。
え、もう全然意味が分からへん、それ。いや、トラウマになるほどのことちゃうやんか。それこそ、子供の時とかに、お前もこれ覚えろとか言って、こう無理やり座らされて、プログラミングやらされたりとか、なんかこの電子機器の繋い方とかわーってやらされたりとかって言いやったら、もう嫌いなの分かるけど。親父が寝ないんですよ。本当に朝4時、5時ぐらいまで。ああ。ずっとパソコンやって、うん、パソコンの音がうるさくて寝れなかったりしてたんですよ。うん、あ、なるほどな。あのカタカタがやっぱりちょっと気になっちゃったよ。おーやーっていうな、プリンターの音とかなんか。あ、なんか、あと昔のパソコンってうるさかったよね。そうなんですよ、そうなんですよ。うるさかった。もう何の音にしてるのがガッチャンガッチャン言ってたもんな、ずっとな。はい。あ、そうなんや。